航空自衛隊、松島基地では、航空機以外にも、様々な車が活躍しています。ブルーインパルス格納庫。格納庫から出てきた車は電源車です。ブルーインパルスがトーイングカーに牽引されて格納庫から出庫。ブルーインパルスが出庫し、それぞれの機体横には電源車が配備されました。ブルーインパルスのエンジン始動には電源車が必要なためです。格納庫内から見るブルーインパルス電源車トーイングカー、エンジン停止します。チャンネル登録してご覧いただけると嬉しく思います。普通の消防車と比べると、その巨大さがわかります。離着陸時には消防車が滑走路脇で待機。交代の消防車がやってくるのを待っています。交代する消防車が出発しました。
ここで交代します。ブルーインパルス離陸のため待機しています。燃料補給車がやってきました。機体が戻ってくるとすぐに燃料を補給します。始めます。はい、そうですね、いますので、みんなが高ろうじゃないんですよね。はい、若いうちだったら安全確認。所定の位置で待機。別のパトロールカー。パトロールカー後方をブルーインパルス通過。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。